真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。せえ、はあ、目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀にとらわれることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。様が言うには、京の都ではよく知られた料理だそうだ。それじゃあ、天使様も召し上がっておられる。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何で言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、愛子殿は、その…お顔が
赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ、この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ。何も起きねえじゃねえか。それで困って。間違いねえ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、盗っ人どもが。ひろき殿、取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。ゲドゲ、わしのもんじゃ。勝負ごとはあいつより一番的なことだ。今日は先生のじゃ。ここは一番だ。どうかお待ちを。足りなくなる。怪我はありませんか。いや、なんでもね。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。わしが手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。ひろき殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。そこだ、逃げろ逃げろ。それが故に父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。奴らは村中におる。生きてくれ、助けてやってくれ。誰か胸に思いのある奴はおるか。俺だ、やりさえ持てれば。なんてこった、やりやがった。皆を、私は父上を見つけます。いけません、危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は、ひろき殿、お行きくだされ。案ずることはございません。
小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。死ね。諦めな。楽にしてやれ。喜んで。さあ一体何が望みだ。この犬がやる。願いでござりまする。やっかたのクズ野郎が。かたじけねえ、かたじけねえ。この向こう水なもののふは誰だ。して、手田殿、拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。あ、武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。切り刻んでやる、切り刻んでやる。負け犬が。そこまでだ。最後じゃ。ひろきだ、なりません。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない、ひろき様。三十郎様をお探しなら、ごくこの前を駆け抜けて行きなされました。
誰もおらん。行くぞ。しとめろ。止めろ。僕が燃やされ、王子が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者をお供させていただければよろしかったのだが。相方のが無事であればよいが。腕が。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。いつ来てくれるんだい。もう閉じろ。反抜きを捨てればそこの木を持ってこい。早せ、まだ来るぞ。抑えろ。そこで止まれ。頼む。役立たずのクズ野郎が。なんでだ。赤子をどこへ連れてったんだい。門を解け。知り添いておる。これは先生の行いか。
社の中に何かあるはずだ。ボロ切れる。ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。先生の助太刀をすれば。刀か。年派もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。力を尽くせ。何もできぬな。哀れな。さあ、参れ。切ろうとは武士の風上にも置けぬ。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父先生の名を汚すようなせぬ。
妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村まず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者は、お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。